ファイサル・ファジルは、フランス・ルーアン出身のサッカー選手。モロッコ代表。スユペル・リーグ・スイバス・スポル所属。ポジションは、ミッドフィールダー。2011年7月18日、リーグンの SM カーンと3年契約を結んだ。8月28日のスタッド・レング戦で、移籍後初出場。3日後、クープ・ドゥ・ラ・リーグ・スタッド・ブレスト29戦で、移籍後初ゴール。 2014年6月24日、リーガエスパニョーラのエルチェ CF に移籍。8月24日の FC、バルセロナ戦で移籍後初出場。2015年8月6日、デポルティーボラ・コリューニャに1年間の契約で、レンタル移籍。2018年8月3日、リーグアンの SM カーンに復帰した。この年、ファジルは、チームの主力として活躍し、5得点を記録したが、 クラブはリーグデート降格した。2019年8月1日、ヘタフェの復帰が決まった。遺跡金は非公表で2年契約となっているフランスで生まれ育ったが代表はルーツであるモロッコを選択した。2015年11月15日、2018FIFA ワールドカップアフリカ予選、赤道ギニア戦で初キャップ。2017年3月24日の ブルキナファソとの親善試合で代表初得点を挙げた。2018年5月 2018FIFA ワールドカップに参加する代表メンバー23人の一人に選ばれた。ありがとうございます。